にちは。最近の相場に関連するニュースとしてチャート的には同国年というのをまとめて切る動画タリーの形にしました。奈良節のパーフェクトアイガッポガッポー。というわけでこのコーナー、日経22ことドル円でガッポガッポ儲けている奈良節さんに僕たちもガッポガッポ儲ける方法を教えてもらおうというコーナーです。はい、まずは先週の予想の結果ですね、225ですけれども、こちらから上のこのトレンドライン、上昇のトレンドラインまで上がっていくんではないかと言ってたので的中といただきます。そしてドル円、ドル円はですね、こちらの紫のライン、上昇トレンドのラインを割って下の方に行くんではないかって言ってたんで的中とさせていただきます。ガッポ先生すごいじゃないですか。いや大したことないんですよ。これ週足なんで、4時間足とかでするとこんな感じなんですけれども、この上げはないと僕思ってたんで勝手に、でこっからですね、こうやっぱトレンドラインを割ってきてから売り始めてるんで、全然大したことないですよ。本当にもう全然置いといて、謙遜はセルフイメージを下げますよ。すごいだろ。それは好感度下がりますよ。ごめんなさい。ではね、今週またパーフェクトな的中していただこうと思うんですけど、その前にですね、神尾 TV から一つ重要なお知らせがございます。今まではですね、神尾 TV のコロナに関連するような最新情報とかですね、裏話してきたんですけども、 YouTube で一切言えなくなってしまいました。なので別の SNS で今現在やっております。いいこと言ってます。はい、 YouTube でね、削除されてしまった動画もそちらの SNS で復活させてます。メルマガでのみ動画を見る方法をお伝えしております。YouTube で、ね、本当もこれで言えなくなってしまいましたので、その最新情報を見逃さないためにも、ものの方、目の前の方を登録しておいてください。お願いします。動画やらリンク貼っております。もちろん一切費用かかりません。完全に無料です。そしてその削除された動画の内容は絶対ネタに知っておいてほしい内容となっております。特に女性の方は一度は必ず見ていただきたい内容となっています。ちょっとね、めんどくさいんですけども、 YouTube の規約の関係でリンクも YouTube では貼れないという決まりになっておりますので、お手数おかけしますが、目の前の登録よろしくお願いいたします。お願いします。では直近であったニュースから見ていきましょうね。でまずは小売統計です。これが出ました、5月16日ですね、でこれ4月分のアメリカの小売売上高なんですけれども、これが出ました。でそれがですね、市場予測は 1% 上がるだろうと、前月比でだから3月分の小売売上に対して 1% 上がるだろうだったんですけれど、 0% でした。つまりそんなに上がってないということが上がってるんですね、売上高は。3月はですね、給付金がアメリカ国民の8割方、行き渡ったということで、15万円ぐらいもらってですね、それが消費に変わったということですね。で、9.8%、市場予測が 5.8% だったんですけれども、9.8% も上がってしまった、前月比ですよ、上がってしまったということで、これはですね、みんなが物を買ってるぞと、需要がものすごく上がってるぞと。でFRB はもうお金すり続けてるやないか、つまり量的緩和してるやないか、つまりドルの価値が薄まるよねっていうことで、この量的緩和が終わるんじゃないか、FRB はまだ何も言ってないけれども、テーパリングのこととかちょっとね、言及したりしてるんで、量的緩和が終わるんじゃないか、つまりお金するんやめるんじゃないか、じゃあ株式市場も暴落だねっていうような感じで戦々恐々としてたんですけれども、なんでかというと FRB の役目ですよね、物価の変な上昇を止めるっていうのは、もともとの存在意義なんで、これはもう何かやるやろうと、テーパリングもそうかもしれないし、短期金利の方をちょっといじってくる、上げてくるっていうことがあるかもしれないというふうに言われてました。カナダの方はですね、もう量的緩和はないしないって中央銀行が発表してます。なんでこういうことがもしかして起こるかもしれないというふうに言われてたんですけれども、4月の小売売上高が出まして、収束は下回ったことでですね、インフレ懸念が一応は落ち着いたと、そして長期金利低下の動きになりました。これがですね、こちらですね、10年利回りなんですけれども、このハイが 1.75 あたりで、中央値が 1.65 あたりなんですけれども、今レンジの下の方に入っていってますということで、だいぶ下がってきたんですよね。でアメリカ株も今のところですね、この19日は仮想通貨のショックがありまして、ちょっと下げたんですけどね、でも移動平均線の50あたりでプスッとさして、ダウなんかも S&P500 も上げていってます。そしてですね、ナスダックはハイテク株とか多いですけれども、最近ハイテク株がいろんな要因でですね、強くなってますということで、思いっきり返してきてますね、っていうことになってます。でですね、テスラ、テスラはですね、この度の仮想通貨の
暴落でですね、うん、ものすごい四半期分の利益がぶっ飛んだということが言われてますね。つまりビットコインの含み損をかなり抱えてしまっているということです、うん、まあ、それはナスダックとかにもね影響しますよね、はい、もちろん。で世紀の空売りっていうタイトルでですね紹介されてたんですけれども、うん、ヘッジファンド投資家で有名なマイケル・バーリさん、はい、この人あの世紀の空売りっていう日本のにあ放題のねタイトルの映画、うん、はい、あのサブプライムあのリーマンの時のね、あそうリーマンの時に空売りしまくってめっちゃ儲けた人です、うん、サブプライムローンをみんな熱狂して買ったけど、うんうん、この空売り作ってくれてわざわざ言いに行って作ってもらって、うん、もうギリギリのとこで死にかけたけど最後買ったっていうやつ、ね、そう、まあ、映画で言ったらね、うん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 、ね、なんかヘビメタをガンガンかけながら投資するっていう、うん、あれはほんまかはしなくて、そうですね、まあ、そんな感じね面白くするためにやってるかもしれないですけど、うん、まあでもそういう方です。おでこの方がですね、うん、プットオプションなんですけれども、はい、ポジションが5億3400万ドル、うん、ということで600億円ぐらいですね、弱ですね、うん、をプットオプション買ってたということで、今この下げでものすごい含み益出てるんちゃうかというふうに言われてますね、うん、この12月時点でね、ここら辺ですね、うん、12月時点のこのまだまだ600ドルあたりやった時にマイケル・バーリさんはですね、テスラバカげた水準になっているというようなことを言っておられたらしいです、はい、もう言う早く言っといてほしかった、もっとフォローしといてよかったでももうずっと投資家の間、まあ他のコーナーでもいいですけど、テスラは自動車で儲けてるんじゃなくて、うん、環境権を売って儲けてるだけなんで、うんうん、実態は CO2 排出権ね、ね、それ売ってなんとか利益出せるだけなんで、実態は全くない企業ですから、ね、うんうんうん、そうですね、うん、なのにもうトヨタとかその辺の自動車会社とセルというかね、うん、株価を超えてるというかね、うん、まあ、不思議なことが、うん、まあもう財テク的な、ね、うん、感じですよね。七星さんのツイッターのマイケル・バーリーやったんです、違いは全然違うそんなわけないやん、なんで外人さんの名前つけないかな俺225に関してはですね、うん、この19日はもう売り買い拮抗した時があったんですけどね、うん、でこの時がアメリカの4月住宅着工件数とかね、はい、イエレンさんが法人税引き上げるよっていうようなことを言いまして、うん、アメリカの株ドゥワって下がったんですよね、はい、うん、でそれで日本も同じようなロソク足になっているということですね、ここは、うんうん、で20日はですねビットコインの急落とかで、はい、ニューヨークダウが600ドル近く下落してました、うん、これですね、あ19日はね、ここね600ドル近く下落しました。その流れで日本では20日にあるんですけれども、うんうん、まあ、下落して始まったという感じですね、はい、うん、で FOMC 議事録が出ました。でそこでですね量的緩和を縮小する、うん、将来的な討議を視野に入れているっていうことが言われました。お4月に開催分のね、うん、議事録が出たんですけどね。なので、まあ、結構早い段階でですね量的緩和縮小っていうことが言われ始めましたね、もうね。お、うん、まあ、こうやってねチラ見せしてたら、うん、ある程度相場が織り込んでいくじゃないですか、はい、うん、なんでまあいい感じにショックにはならないやろうっていう感じでやってると思うんですけれど、うん、おそらくそのうちもうやり始める時が来るってことですよね、これ、はいはいはい、うん、で21日はですね、うん、まあ、日経で言ったらこれなんですけれども、サンフランシスコ連銀の総裁がですねアメリカのインフレを押し上げている要因が2022年初めに弱まる可能性が高いというようなことを言われました、うん、そしておそらく年末までは一連のこの一時的な要因は続くだろうということです、はい、でも来年になったらそれはなくなる、うん、ハゲ落ち始めるよというようなことを表現をしてますね。なんかね分かりにくい表現するなって感じなんですけどね、なんでそんな変な例え話するんっていうね、うんうん、まあ、なんか深い意味があるんかもしれない。サンフランシスコに流行ってんじゃん。なるほど。でここになってですね、やっぱり金利が低下してきたことで、うん、金利が上がった時ってあのナスダックめっちゃ売られたじゃないですか、はい、ハイテク株って。で金利がダーッと下がってきたことでやっぱりナスダックにもいい影響があるんですよね、うん、ネガサ株というかハイテク株というかグロース株、うん、いわゆるキラキラ株ですよね。キラキラ株、はい、うん、そういうものが買われていくというような流れになってドーンと上げていってるという状態に連れられて225も上げていってるということですね、うん、
ちなみにイーロン・マスクさん、アメリカ時間だと24日発言してますけれども、うん、まあ、北米のマイナーと話し合ったと。おう、うん、ビットコインのマイナーね、うん、で再生エネルギーの使用に関する現況と計画の公表に加え、世界のマイナーにそれを呼びかけることにコミットしていると、期待できるというようなことを、ツイートしたことで、うん、やっぱりナスダックもね影響あるんですよね、うんうん、仮想通貨関連の株が上げていったってことです。例えば、まあ、テスラも関連株と言っていいか分かんないですけど、ちょっと上げてますよね、うん、で、これはコインベース、コインベースも、まあ、陰線で終わってますけれども、まあ、そこより上げているというような感じですね。マイクロストラテジーは若干上げてますというような状態で、うん、まあ、これここら辺の株はですね、本当に19日のことがあってからダダダッと、まあ、コインベースなんかもともと下げてますけどね、うん、めっちゃ下げ傾向やったんですけれども、ちょっと反転の兆しがあるのかなというような感じですね。まあ、他にもたくさん仮想通貨関連株で上場している企業あるんですけれども、そういうとこがナスダックを牽引したというふうにも言えると思いますね、うん、続いて価格の予想ですけれども、前回とあまり予想は変わってないです。このままですね、うん、そこに、あら、何でしょう、あ、ドル円です、すいません、うん、ドル円4時間足です。でここのね、何度か跳ね返されてる 108.5 あたりがあるんですけれども、うん、もうちょっと今切り上がって 108.6 あたりになってるんですけど、そこがサポートになってます、水平ラインになってます、ゾーンになってますね。そしてそこをおそらく切り下げていくんではないかなというふうに、まあ何度かね、もしかしてもう一回ちょっとサポートされるかもしれないですけれども、いずれは下げていくんじゃないかなというふうに考えてますね。そしてここの底にチャレンジ、108.3 あたりの底値にチャレンジしていくというふうに僕は考えてますね、うん。ついでにですね、これ1ヶ月ぐらい前から言ってたんですけれども、この2020年の2月の高値ですね、ここから言うと今回の高値って下げてるじゃないですか、うん、112円言ってたんですけれども、そしてマックではものすごい上げてるっていうことで、夜明けのヒドゥンダイバーですよね、うん、ヒドゥンダイバーってダイバーより強いんで、でこれですね、これが完成しますと、これ完成しないためにはちなみに112円超えていかなかったらいけなかったんですけれども、価格がね、うん、それはならなかったと。夜明けのヒドゥンということで、まあ、下降トレードが継続っていう意味なんですね、はい、下降トレンド継続っていうことは、この下降トレンド、長い2015年から続いている下降トレンドがですね、継続するんではないかというふうに僕は考えております、うん、そうなると長期で見るとこういうふうに、まあ、下を割っていくというような流れを考えなければいけないなというふうに、つまりめっちゃ円高ですよね、うんうんうん、という時代にもしかしてまた入っていくかもしれないということですよね。どっちもドルも円もめっちゃ弱いんですけれども、今、うん、どっちか言うとドルの方が売られやすい状況が来るのかなっていうふうに考えてますね、はい、うん、まあ、短期で言うと価格は上げ、マックディラインは下げということで、いわきのダイバー出ています、うん、もう一度大きい視点に立つとですね、これ週足ですけれども、週足のマックディがもうすぐデッドクロスかも、騙しかもしれませんけれども、うん、デッドクロス近いよと、かなりヒストグラムは減退しますよね、うんうん、でドルインデックスです。ドルインデックスはドルの強さ弱さを見るものなんですけれども、90のラインでですねサポートされてました、前までね、はい、でここでまた帰っていくんではないかと思ってたんですけれども、どう見てももう割れてしまいました、うん、割れてしまって、しかも前回のですね2021年の底には今試しに来てます。これもうちょっと短い時間足で見るとですね、チャート的に言うとかなり弱いなというふうに考えてました。というのもこういうふうに上値が切り下げていく、そして水平ラインで何度かサポートするんですけれども、どんどん破られていくという状況だったので、うん、今回もやっぱりブレイクしてしまいましたね、89ということで、この流れはですね一回もうブレイクしているので、90っていうのを返すかもしれないですけれども、うん、下の方に行く流れではないかと考えております。ということから言っても円高方面に触れるのではないか、つまりドルが弱くなるのではないかということですね、うん、で、まあ、これも金利ですよね、10年利回りですけど下がってきてますということは、まあ、ドル売られるというような流れになりますね、うん、つまりはドル円は短期的に見ても、まあ、長期で見たら下げなんですけれども、短期的に見ても下げなんではないかなというふうに僕は考えております。なるほど、はい、でですね225に関してはですね、これもあんまり変わりません、うん、上げ基調続くんじゃないかなということですね。
で、これもですね、日足で言うとマックリはゴールデンクロスしました、はい、なんですけれども今までですね何回もゴールデンクロスしてその度に、まあ、パンって弾き返されたりしてましたが、うん、結構いいところでいい角度で、つまりこのマックディラインがガーッと下に落ちてくるっていうことはええ感じで調整したということですよね、うんうんうん、なので、まあ、調整終わりということで上げていく可能性もあるんじゃないかな、つまりこのゴールデンクロスはほんまっていう可能性もあるというふうに思ってますね。今まではなんかこう下げ基調やったね、最近ちょびっと出て、うんうん、ちょびっと出てちょびっと出てちょびっと出てもうすぐに調整に入ってるんですけどね、はい、うん、今回はこんだけねパーンっていったんでいい感じで調整できたんじゃないかなと思います。つまりは、まあ、上まで上げていくという予想ですね、はい、上までというかこの上昇トレンドラインまでは上げていくんじゃないかというふうに考えております。まずはこの下値、ね、直近の安値のこの4月21日にチャレンジだったんですけれども、そこはですねうまいこと抜けていけましたということで、ここはですねこの4月21日の下値がですね安値がサポートになると思うので、まあ上値を追っていけるんじゃないかなというふうに考えております、はい、ということですね、うん、ちょっとだけ金行かせてくださいね。金バンバン上がってますね今、うん、はい、でそろそろ調整入ってもおかしくないとは思います。まあ金は置いといて、え今ねあの注目はカッパーですね。カッパーは銅です、うん、銅めちゃめちゃ上がっていってます今、うん、銅って言ったらあの実体経済とすごく結びついてる金属なんですね。いろんなことで用途があるので、はい、産業的にね。でまあ、これニュースなんですけれども、中国でのグリーンエネルギーが新たな送電線を敷くことを後押ししているために送電線用の銅価格が上昇していると。ほうほうほう、うん、で今全世界のですね銅の約半分を中国は消費しているということで、かなり大きいんですね中国の動向っていうのは、うん、でそういう送電線を敷いているっていうことらしいですから、これからもですね高騰していくことがちょっと予想されるということですね、うん、なのでカッパーは押し目で入っていってもありかもしれないということですよね。これに行こうか、掘るか銅鉱山株でいいんちゃうかな、銅、うん、これに行こうや3人で、うん、行こうかいやいや金掘ろうぞそれやったらでですね、まあ、週足で言うと、うん、もうこの高値抜けてるんでね、はい、でこっからまたレジスタンスになるのかっていうことですね、うんうん、10年ぶりぐらいの高値ってこと、ね、高値っていうことですね。2011年の高値に今現在チャレンジして抜けましたが返されてますという状況です。そしてパラジウム、おう、奈良さん大好物というか、まあ、まあ憧れですよねパラジウムは僕の中で。憧れないプラチナとパラジウム、うんうん、まあ、投資してる人は憧れる。あんまいやいやどうかな、うん、僕は好きというか、うん、あんまり手出さないんで、はい、うん、いいなって思いながら見てます。でパラジウムはですねこれ上目線で見てったらいいっていうニュースが出ました。おイギリスの調査会社のメタルズフォーカスっていうところがあるんですけれども、うん、18日付のレポートでパラジウムが今年国際市場で100万オンスの供給不足になると。おで価格が平均で前年比 37% 高の1オンス3000ドルになるということですね、うん、まあ、今も2700ドルになってますけれども、これ3000ドル抜けていくんではないかということです。前回の高値がですね2020年2月で、今回の高値がもう 3000ドル超えていったわけなんですけども、うん、1回今急落して2700ドルいってます。でここがですね押し出しになるかどうか分かんないですけれども、実際こう上目線で見とってええと3000ドル超えるまではね、うん、つまりあと200ドルぐらいですけれども、うん、200ドル強ですけれども、まあそんだけのところを取っていけるんじゃないかと、推しをちゃんと見極めたらね、うん、今前回の高値のところでサポレジ転換になってここでサポートされるかっていうところです。パラジウムがですねなんで高くなってるかっていうと、車、うん、その排ガスをその綺麗にするというか中和する触媒にされてるんですよ。へえ、だからこの排ガス規制がですね厳格化されてるんで、今こういう、うん、あのねアメリカが言い出したああいう社会になってるじゃないですか、うん、はいはいはい、なので自動車メーカーは1台あたりのパラジウムとかあのプラチナ使うことが余儀なくされているということです、うん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 、なので絶対使われるものなので上がっていくと、供給はまあ一緒、うん、もしくはまあ足りないのはもう目に見えてるということですね。だからここからですねどこで買っていったらという目線で見るとありなんじゃないかというふうに、どうもパラジウムも考えております。市場関係者の間では同じ重さやったら金より高くなるんちゃうかってね、
意見もありますね。なるほどなるほど。そんな夢みたいな話も現実化してきたというか、はい、憧れのパラジウムになると思いますよそして、うん、原油ね、うん、先生30分です。はい、すいません、すぐです。原油市場、あのイランがね、うん、イランとアメリカの合意がね、うん、お話し合いしたんですけれども、はい、あ、ちょっとうまいこと言ってなくて、うん、イランがもう、そんなん知らん、もうちょっとこういうの足してえなみたいなことを言ったんで、うん、あの上がっていってます。供給不足になるんじゃないかと、はい、イランからですね、原油がわんさかもう生産されるっていうことが思われてたんですけれども、うん、まあ、その話し合いうまくいってないぞっていうことを分かりまして、バババって上がってた感じですね。なるほど、うん、だからここですね、66ですよね、今度は66ドル、ここは売り買いめっちゃ拮抗するとこやと思います。今1回下げてますよね、うん、レンジっぽくも見えるんで、ある程度はですね、僕は押すんじゃないかなって考えてますね。同じぐらいか分かんないですけれども、一目の上あたりまでちょっと控えめにしておきましょう、うん、ちょっと押してまた上げていくんじゃないかなって考えてますね。なんかこの方なら、ふしさんめっちゃ売りしとか仕掛けそういや、原油にそんなにあの舐めたことしないですよ、僕あんまり最近は。いや、だんだんこなれてきたんで、いや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 、それで世界を、俺を見ろ、いやいやいや、それで毎回ね、えらいことになってるんで、結構あの原油にはえらいことやられてるんで、うん、だからまあ控えめに控えめに、まあ、歴戦のプロたちのね、そう相場なんで、あ、ロスカットの、ね、僕らでもまだまだひよこですからね。そうなんですよ、ひよこひよこ、みじんこです、うん、本当ね、ロスを深く持てるように、うん、あのリスク管理しないと負けますね、原油は。でも一回ね、うん、あのトレンド乗ったらね、結構上がるんで。いくら儲かったんですか？面白いですね。いくら儲かったんですか？僕はね、ロスカットというかね、あのトレーリングというか、あの、なんちゅうの、あのトレーリング、ちょっとロスカット上げていく、トレーリングストップ、あのトレーリングストップをちょっと浅くやってしまったので、うん、このヒゲでやられましたね、ここ、うん、このヒゲでやられた、はい、それでも多くも OK だね、そんなことないです、はい、ということで今回長くなりました、うん、終わらせていただきます。はい、ではまた来週もです、長くしたのパークスなドル円と日経を中心としたチャート分析、そしていろんな各経済ニュース、世界のニュースをお届けしていきたいと思います、うん、あと冒頭で言ったように、今 YouTube できなくなってしまったコーナーの動画は別のところでやってますので、そのご案内もお送りさせていただくために、まだの方はメルマガの方を登録しておいてください。お願いします。動画概要欄に貼っております。はい、相場のお話させていただきます。これからもチャンネル登録お願いします。的中させます。この動画が良かったと思われた方はぜひいいねお願いします。動画欄にこの動画に関する詳しい説明を書いておきますので、復習の意味を込めて見てみてください。ツイッターインスタグラムのリンクも貼ってます。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。時間がないから2倍速バージョン7分に伸びるコーナー、早速行きましょうMac で MACD で愛用作文お願いします。いや、それ前やったらやっちゃう、やってないよやったとしてももう一回面白いこと言ったらいいから、3、2、1、まあ、MACD で面白いこと言ってください。マイケルが、お、 M、 マイケルが、 A、 会いたかった、マイケルが会いたかった、 C、 セリーヌ、そう、いい、マイケルが会いたかったセリーヌ、めちゃくちゃ振りは完璧B、 どすこい、違う、あー、ちくしょー、違うやん、ちくしょー、全然違うやんもう全然違うな、もう最後がね、振り完璧、ね、全然うまかったのに、めっちゃワンモア、え、いやちょっとこれじゃちょっと終われないですね、うん、なんかで今日言ってか、そんなん言ってごまかそうとしてごまや、なんでどこまかしてそんなんで笑うと思われてんの、うわちょっと、いやいや違う、ちょっとちょっと、もう僕らも視聴者も舐めすぎやん、名前舐められたもんや、ドスコイでは笑わないでしょそう、ドスコイで笑わしてやるじゃあラスト MACD、 マックディの MACD で愛用作文お願いします。 M、 マイケルが、 A、 会いたかった、会いたかった、 C、 セリーヌ、セリーヌ、 D、 デモクラシック、何それ全然セリーヌ行かせへんそうだな、そのね、うん、前提行かせてないね、振り全く、じゃあラスト、もうラストですよ、これ決めてください、もう30分過ぎてますからね、
MACD、Mac での MACD で愛用作文お願いします。 M、マイケルが、 A、会いたかった、 C、セリーヌ、 D、ドローン。ああ、ちょっと ドローン消しといてください。僕ドローンって消しといてください。僕ドローン。おお、僕は好きですけど、ね。三回言うとね。僕は悪くはない、悪くはないと思うけど、まあ王道ではないけどね。王道ではない。すいません。うん、そうですよね。すいません。え、4回連続バッツはちょっと長瀬さんの答えるかなと思って。なるほど、優しさが。ちょっと私厳しかったみたいです。もっとこう楽しむ気持ちで見てくれ。審査したろうっていう目ではあかんない。ということでピロンも出たことで、はい、次にさせていただきます。ありがとうございました。